最近のテレビは退屈ね。あ、かわいいワンちゃん。コロコロしてる。いいな。そういえばあの子もかわいいかもね。震えながら告白してきて、顔真っ赤にしちゃって。でも、あの時の目は、ちょっとだけかっこよかったかな。うん。ちょっとだけだけどね。話してると楽しいし、これから面白くなりそうね。はい、こちら。一方、その頃イベントでしたけど、なんか、エッチーやね。あの服装。ものすごくそこに興奮しましたけども、これからです。レベル2になったので、これから興奮するイベント、できるイベント、また時には苦いイベント、まあいろいろとあるんじゃないでしょうかね。もちろんその模様を楽しみつつ動画投稿させていただきたいと思いますので、現在プレイできるイベント早速ありますよ。先輩の好みの男性って思い切って聞いてみようって、言ってなかったっけ。この前年上の頼りがいがある男性が好みみたいなこと、純一じゃなかったんだよね。重くそ年下で頼りがいのない男、純一とは真逆のなんか対象を挙げてたような気がするんですけど、もう一回尋ねる。時刻見る羽目になりそうな感じするんですけど、これやらないことには次に進まないんでね、やっていきましょう。レベル2、初めてのイベント。いや、前言ってたけどね、それ。そうそうそう、思わず告白しちゃった時に、年上で頼りがいがある人って言ってたのは真逆の対象を挙げられたんで、もう無理って感じなんですけど、本来は。ただなぜか今やる気なんだよ、この順一。年上、僕は年下だ、間違いない。そこはもう覆すことはできないんでね。頼りがいの部分は、まあ今はなくとも、この先はね、頑張ればつくかもしれないんで。年はどうしようもねえわ。直接聞いてやる。動くねえ、この純一。どうしたの？すごい勢いで。森島先輩が驚くほどの勢いだったよね。あまり文では伝わらんかったわ。何何？スリーサイズ以外なら答えてあげるよ。わお。それも答えてほしいんですけどね。でも以外なら言うてたんで。わ かってるわよ。ごめんね、からかっちゃっただけ。いや、やっぱこういうからかられる対象物なんですよ、現在は。くそ、叶わないな。いや、いずれこっちがからかってやる。それで何が聞きたいのかな。前に話せなかったっけ。あれ、私そんな風に言ったっけ。え？でもそんな感じかな。おお、そんな感じなんだね。他にはないですか？ 聞くね。やっぱりタフな男の人には憧れるかも。何があっても守ってくれそうな感じの人が好きかな。もうだからそれ11じゃないから、お前嫌いって言ってるよね。やっぱお前死ねって言ってるよね、前からずっとね。あのね、全然違うものあげてくるんで、この人。筋肉質ってことですか？そういう感じじゃないのよね。そういう感じじゃない、ムキムキだったらいいってわけではないんだ。難しい精神的な部分の話をしてんのか。まだ聞くんかい。もうええやろ。お前の真逆あげられて終わるだけだよ、これ。カリスマ性を感じるような人に。だからないって。カリスマ性って持って生まれるものやからね。生まれてから手に入れるんじゃなくて持って生まれるものなので、もうこれもどうしようもないよ。大体何やねん、カリスマ性って。どういうのか言葉で説明しろ。ぐっと周りを引きつける魅力があって、リーダーシップがある人とかかな。まあ例えばですけど、森島先輩なんてそういう人じゃないかな。自分で言っておいてなんだけど、どっちも違う気がしてきちゃった。ええ、なんじゃそれ。
いや、男は簡単でしょう。おでかいかちっちゃいかどこかとは言わへんけども、それで大抵決まるんで。じゃあ君はどういう人だ？逆に私も教えてほしいな。ずるいよねこの感じ。ねえねえ、言ってやる言ってやるぞ。ほらやっぱり言えないじゃない。先輩です。ああ年上がタイプってこと？ちょっとじっくり聞いていきましょう。これ ちょっとそのしてやったぜみたいな顔は何なのよ。ふーん、そういうこと言っちゃうんだ。あ、そうそう、好みの男性はね、女の子にしてやったぜ顔をしない人。覚えておいてね。終わった。やり返されてしまった。いやでもやったよね、こっちも。やってやられて、なんだこれ。そうです。結局これが分かんなかったんでね。うん、どうしたものか。まあそれをこれから分かっていく、理解していく、いやそういう男になっていく、そういう感じじゃないですかね。まあなんか言うほどブルーになるイベントではなかったもん。で、これがまた次に発展するんで。え、で、なんかダイナマイトイベントあるよ。あれね、やっちゃうとバッドエンドつくと思うんだけど。え、なになになに？怖っ！この先何があるんだろうね。ちょっとヒヤッとしてますけども。現在プレイできるのは森島先輩に好かれたい。学校一の人気者になるぞというイベントと、もう一つこっちにあるんですけど、これは放課後限定のイベントで、こっちやっちゃうとこっちが消え、こっちやっちゃうとこっちが消える。あー、どうなんだろうね、これ。これから3日間にわたってプレイできるので、この放課後にできるイベントが何なのか、それをちょっとチェックしておかないと、チェックした中でこれをやるかこれをやらないか、どっちか決めようと思うんで、まあ、一回ここでセーブしましょう。そして放課後を迎えて増えたイベントはこれだ。森島先輩に好かれたい、体を鍛えるぞと。あ、なるほどね。さっき言ってた流れを誠に受けて、なんていうのかな、筋肉質になる、守れる男になる森島先輩をというのと、あとカリスマ性を身につけるため学校一の人気者になるとね。いや、あれどっちも違う言うとったんやけどなでも誠に受けるんやね。どっちした方がいいんだろうな。まあ、どちらにせよこの後続くイベントって全部同じなんですよね。あとこのダイナマイトイベントっていうのは、おそらくこのイベントどちらかをやらないことによって発生するものですよ。だから絶対にこれは森島先輩を攻略する中でこの2つのどちらかやらないとダメ。体を鍛えるっつったってな、それはそれでいいけど、個人的には学校一の人気者になるためなんか奮起する頑張る順一っていうのも個人的に見てみたい。こっちってほとんどなんかもう筋トレしたはい終わりみたいな感じな気がするんだよね。うん、だとしたらこっちの方がなんかいいような感じするんで、これ一回時間戻しましょう。時間を再び休み2に戻してこっちのイベントをやっていきたいと思います。学校一の人気者になるぞ。そのために何をするのか。人気者っていうのもなかなか抽象的な表現なんでね、どういう意味なのかちょっとさっぱりわからんよ。やるぞ、やってやるぞ。だから何をだよ。よし、まずはクラスの中で一番の人気者を目指すか。身近なところからコツコツやっていかないとな。いや、なんかちょっと怖い。何しようとすんの？待てよ。カオルの好物を買ってやるか。田中さんに優しくしてみるか。あ、なるほど、そういうことか。そんな感じで、優しさを振りまいて人気者になっていく。てきり俺はなんかお笑い的な人気なのかなと思ってたんですけど、ちょっと違うらしいですね。どっちがいいだろうな。まあ、カオルっていうのはヒロインですよね。攻略済みの。で、田中さん、モブな女の子。まあ、これやっぱヒロインの方がいいアピールになるんじゃないですか。だから、カオルの好物を買ってやるか。こっちやってみましょう。森島先輩に一切関係ないんだけどね、このイベント自体は。ただ、間接的には重要か。こいつ純粋な優しさじゃないよね。裏がある闇な優しさという表現しましょうかな。
なんて言ったらいいのか分かんないけど、まあ不純やね。純粋ではない。出てきた。ん？何か用？久々この感じ。香りを攻略してもう1ヶ月以上経過してるんでね、 BGM 聞いたのも久々ですし、またこうやってね、別のヒロイン攻略しているときに他のヒロインが出てくることっていうのもないんで、すごい珍しい展開ですよこれ。うわ、いいの？わ、めっちゃ喜んでる。あ、かわいいね。香りもいいわ。くれるの？あんた熱でもあんじゃないの？そういう感じになるか、やっぱ。じゃあ何企んでるの？うわ、バレてるバレてる。だっておかしいじゃない、いきなり私の好物を買ってくれるの。いやいやいや、そんな深刻げに考えなくても、受け取ってとりあえず早く。これ何か言っておかないとダメそうだな。ほら、日頃の感謝は込めてだな。感謝？うん。ようやく私のありがたみに気づいたってわけ。あ、ちょろこの子。いい心がけじゃない？ちょっと気づくのが遅いとは思うけどね。ここは我慢だ、人気者になるために。まあそういうことだな、ありがたくもらっておくわ。よかった、ちょろかった。レキュー。了解。いやでもやっぱ可愛いな、ほんとカオルもね。うまくいったか。これ例えば綾辻さんならこうはいかんかったでしょうね。え、なんでなんでって、何かあるでしょうっていろいろ調べられたよ。ほんでバレんねんそれが。笑ってる、不純に笑ってるこいつ。いやもう悪の笑いやんそれ。計算通りじゃないか、まさかここまでうまくいくとは。矢神ライトかお前は。ノリはそんな感じやぞ。いける、この調子で進めていけば、デスノートに書いていけばみたいなね。僕は 2A の人気者になれる。見てろよ、いずれは学校一の。ねえ、ちょっといいかな。なんで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 この子が、ちょっと、え、校舎裏で綾辻さん、またこの感じも久々ですよ。綾辻攻略してもう1ヶ月経過してるんだね。今さっきよ、いつからそこへ。うわ怖い怖い、この感じよく知っとるから、一つ聞いてもいいかな。クラスの中で何を企んでいるの？ちょっと嘘でしょ。うん、企むって。話してくれるよね？え？おかしいこの流れ。で、何この BGM、 おかしいおかしい、何から何まで。ううん、分かってくれればいいの。うん、よろしくね。あ、授業に遅れないようにね。去っていった。僕はなんてバカだったんだろう。クラスの人気者への道は遠い。クソ、負けないぞ。いや、あのなんか点点点の間何言われたんだ。そこはしょるな。だいたい見当つくけどね。負けるもんかーって、なんか次はなんか主人公っぽいセリフやね。ヤガミライトになったり、なんかドラゴンボール的なね、ベジータが言いそうな負けるもんかーみたいなんで。何か面白いことやってるみたいね。何何何何、このハテナハテナハテナって。あの子って面白い子ね。はい、そうでさね、あまりいないタイプの子かもね。はるか、結構気に入ってるでしょ。うん、そうね、面白いし。あら、それだけ？え、そうだけど。あの子も前途頼んだな。何か言った響き。いいえ、さあ行きましょう。
おいーす、まあ、進展はありましたけども、ちょっとね、通常じゃ考えられないほどのイベントがあって全く予想してなかったんでね。まあ、これをプレイしたことによって、そのダイナマイトイベントをもう見ることはないですね。やっぱやらないとダメなイベントだったんですよ。